楽器を交換30日間目指すはプロ練習頑張るホルンテッツ26日目ホルンテッツの始まるよ始まるよ。いやもうあと6、7、8、9、10、5回しかないですよ。もう5回、ラスト5回を頑張っていきたいと思います。思います。再び対面レッスンですね。はい、ということで今日は前回のレッスンでもねハモリのレッスンをしたんですけど、まあ、引き続き対面レッスンで、やっておきたいところを今日はやっていこうと思います。こちらあの表紙が全くないんですけど、まあ、私の譜面基本的に表紙が全くないんですけど、あのこちら2回です。アーバンの1巻とアーバンの2巻になります。今日はねアーバンの1巻の方を、やっていきたいと思います。私はアーバンの教本を、まあ、前半部分特にあのデッサンとよくやっていて、この中でも一番、大切に行っているエチュードっていうのが、アーバンの11番、こちらですね。でこの練習すごく簡単で、結構そのアーバンを触ったことがある人は大体みんな11番はきっとやったことあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、こちら練習法がしっかりありまして、ただこの簡単な音符を、しっかり演奏することができたとしても、これはただのエチュードではなくメロディーの練習ではなく、すごくこうシビアな練習として練習をさせています。なのでちょっとこの11番の解説をして木村さんに実際にやっていただこうと思います。まずこの11番の中で注意したいポイントっていうのが、演奏するときに全ての音を同じ音色、同じ音量、同じタンギングで音感を持ってビブラートをかけないっていうのを守りながら演奏する練習になります。完全に音楽的要素を排除して、もちろんこの譜面の中にはニュアンスとかも書いてあるんですけど、全て排除した状態で音が高くなろうとも低くなろうとも同じように音を揃えていく練習として、私はお弟子さんにレッスンをしています。これは、まあ、私のオリジナルの練習法ではなくて、私がドイツ、ベルリンにいる時にあの先生に教えていただいた、練習法になるので、あのぜひ皆さん今日の私の説明に合わせて11番の練習さらい直してもらうとかなり効果が出てきて、他の練習の中でも同じように応用しながら練習していけるものになると思うので、今日はその解説と、実際に演奏してみたいと思います。1回例を演奏してみようと思います。やりやすい、まあ、この譜面を演奏し
ようとした時になりやすい、うまい下手なんです。ビビったっていう風になりやすいので、まあ前者の方をイメージして演奏していただけたら嬉しいなと思います。で、キモネさん今の2個の例を聞いていただいたので、まあ自分のできる範囲で大丈夫なので、音量、音色、タンギングの種類、音感を守るビブラートをかけない、全体的に音楽的要素を一切取り除いた状態で演奏をしてみてください。譜面台の位置大丈夫ですか？はい。あとブレスの位置、ブレスの位置は、この練習に関しては一番音が長いところ、2分音符の箇所であればどこでも吸っていいです。四分音符のところで吸ってしまうとかなり慌てた練習になってしまうので、この練習の時はとにかく、2分音符のタイミングで、息を吸うようにしてください。はい。イメージはとにかく、一つ一つの音が全部出だしだと思っていいと思います。はい。はい。
吹いてみてください。練習通り。まあ、対面の時はね、こういう練習とかもしてあげると、この泡
の2巻あんまり使ってる人ってそんなにいなかったりもするので、うん、あのこういう練習を楽器を始めたばかりの方、まあ上級者の方一緒にやったりとかすると音色一本に揃えていったりって、もちろんハモリの練習にもなるし音色も揃ってくるし、でまあ一緒に吹くことで音色がより上級者の方に似ていくとかそういう要素もあるので、ぜひ指導者の方とかはこういう練習も取り入れてみるといいかなと思います。今日はレッスンどうでしたか？めっちゃ楽しかったです。ハモリたがり、ハモリたがりハモリたがりめっちゃ30分近くね。ありがとうございました。